美人だったら耳聞こえないとか目が見えないとかも、チャームポイントくらいのレベルになってくんねん。目が見えないブス。耳が聞こえないブス。喋れないブス。これも障害者って言われるよ。でも美人だったらなんか俺が守ってあげる。ずるいよ、これは。そう、性格悪い美人は小悪魔キャラ。性格悪いブスは、化け物。ま、あこれ正直に言ってほしいんやけど、若干知的障害入った、めっちゃ可愛い女、好きですよね。 これも正直に言ってほしい。恥も外部も捨てて、正直に言ってほしい。好きですよね。好きやな。そうなんよ。知的障害の入ったブス、どう思いますかは <laughs> <laughs> 死ねは、死ねは言い過ぎ。ま、そうよな。障害はかわいそうやけん。その死ねとは言わんねえけど、見て見ぬふりよな。存在いなかったことにするよな。 救えねえってなるよなそうなんだよ女はほんまにこれぐらい美が吸えてなんだよ知的障害入っててもいいって言ってくれんねんで逆に男がどんだけでも女は知的障害入っててもいいって言われたらそれはちょっとってなるもんでも女はえ全然むしろ好きみたいな顔って大事なんよほんまにいそうなんよなだからお前らが美人だったらだって知的障害入っとろうが発達障害入っとろうが足がなかろうが手がなかろうが耳が聞こえなかろうが女神へなかろうがちぎるからちぎりをかわすから 苦ししむ男も女も女生ままれてしまうわけよみんな知的障害の美女が好きなんよ。もうこれは変えられへん。あの境界知能の人は美形が多いっていう話ね。男も女も美形が多いみたいな話があったんやけどそれは違うって書かれとってなんかみんながさこう見かける境界知能とかまあ例えばさ私はこういう知的障害ですけど成功してます頑張ってますみたいな人っていうのは美形だからちょっとしたことがユーモアとかで許されてきた人。じゃあブスの その境界児童とか発達障害のやつっていうのはもうちっちゃい時からブスのくせにんやねんお前って戦いすぎてきて表に出てこなくて家で引きこもってるからだからみんなが見る発達障害とかっていうのは美形が多いそれでも許されてきた美形が残ってるからでブスは全員家に引きこもってるか死んでるやってえぐい話よそうアスペ美人説はそれだと思うアスペのブスは今頃家にこもってるかリスクはしてるか死んでるかわいそうな話やけどなでもこれ 性格悪いとするこれ性格悪いんじゃなくて、隠さず言ってるってだけよ。これを性格悪いと取るのはね、違うと思うんですよ。じゃあ、性格いい奴は何て言うんいや、そんな顔なんて関係ないよ。みんな発達障害とか境界知能があっても愛してくれる人がそのうち現れるよとか言うわけ。それが性格いい奴なん現れへんよ。そうなんだ、じゃあ、いつか現れるんだって。全員に嫌われながらも発達障害の奴が頑張って頑張って生きて社会に出て、相手現れないんだよ。誰もおらんのよ。それなのに頑張って頑張って 生きて誰も見染めてもらえんくて結局俺らが頑張ったん何だったんだろうっつって40歳後半ぐらいになってあもう死ぬしかないんじゃって絶望して死んでいくのか自分を傷つけるものと世界を隔絶させて家で余生を過ごしていくのかってかどっちがいいかって話じゃあお前性格悪いって言うんだったらお前じゃあ結婚したらよなってな障害者の男女と境外児童の男女と結婚できるんかって嫌や,やんお前も嫌なんよ私も嫌なんよそうみんな嫌なんよ嫌や,やからって そうでもいい人でい,いかいからそれを無視するのはよくないんよだってお前もいや障害者と結婚するのは嫌ですよって言いたくないだからこの問題を無視してんのよそうそれで腫れ物扱いして言わない亡き者にするこれが一番よくないんですよお前ら自分がさ結婚もせえへんくせにな話でこうやって出したらさ性格悪いとか言うてほな無視するんが正しいんかっていう話そうだろうこれは性格が悪いではないんだよ 口は,は悪いとは思う。まあでも口悪いってこれ言うか言わないかっていうだけの話だと思うよ。だからそういう人たちをこういう現状を目の当たりにした上でどうするかっていう話なんよ